ヘイヨーキャンスマッシュです。今日もね、食らっていくんですけども、皆さん見てください、こちらのツイート、海外の、ね、公式ツイートなんですけども、7日後の、TB グラリア公式の放送で、このチャンピオンとリトラリアですね、新カード2枚が、ずっと噂されてたんですけども、おそらく10月末もしくは11月頭とかになるのかな、出るといったところで、レアリティがついに分かりましたねって言ったところですね。チャンピオンとウルトラレアでございます。まあチャンピオンはね結構分かるんですけど、いやウルトラレアはね嬉しいね。そのチャンピオン以外の新カード追加がやっぱガチで来なかったから、なんかそれが熱いよねといったところで、まあ勘のいい方はですね、じゃあ大体こんぐらいにケンツの動画出るんだろうなとかあると思うんで、ぜひね、あのチャンネル登録、してね、まあ見逃さないようにお願いしますといったところで、ちょっとね最近流行りのロイジャイでも使っていこうかなと思います。まあ新カードなんだけど、そのまあみんないろいろね予想とかあると思うけど、チャンピオンがね、そのちょうど1年前の今頃かな、14レベル実装とアチャクイスケキン、ゴルナイが実装されて、その後マイティが出てみたいな感じか。だからチャンピオン以外の新カードって久しぶりじゃない？めちゃめちゃ。俺の記憶が正しければマゾネクってその前から出てたはずだから、1年ぶりかな、チャンピオン以外の進化。おお、なんか加速したぞ今ディガーが。そう、大人の本気か。じゃあ俺も父親の本気を見せてやろうか本当に。これはとんでもなく汁が出ますね。これはあれだ、これね、ちょっと待ってよ。これと、うわー、これザッピーと逆にギャングだったか。あ、でもめっちゃ入ってるわ。あの、マザネクが強すぎて。しかもギャングが全部いい感じに、いい感じにしてくれてるわ。トリトン引っ張るよね、これ。あ、よかったよかったよかった。ザップかー、なるほどね。このザップはうまいけど、間に合いそう。うん、オッケーオッケーオッケー。ちょっとね、トリトンまで焼かれちゃったけど、あ、これ GG っすね。ギャングがね、大流行りしてて、結局マザネクが刺さるって環境でね、このロイジャイが、超活躍してるというか、なんならその、なんだろう。なんならギャング、こっちの方が活躍してるっていうね。まあ結局、こうなることはね、ちょっと、予想できたというか、これはもう物量で、押し込んでいきたい。タンロイでいくか。タンロイ行きましょう。で、一応スケキンのスキル使ってマザネク延命まで見てってあげて、あー、めっちゃいい許容されてんな。ただそうだよね、だからどっちかはうん、捨てなきゃいけないから、これだったそう。いやー、新カードね、いいね、嬉しいね、やっぱり。なんかね、新カードって基本、課金しなきゃとかね、いろいろあると思うんだけど、最近のね、あの、クララパスで、マジで新カードがぬるいというか、簡単にレベル上がるし、やっぱ変化があった方がね、面白いんですよね、大会とかもそうだし、みたいな。スケキン強い。これはね、100-0、いや、5億-0ぐらいの相性な気がする。うん、5億ぐらいありそうですね、ちょうど。ちょうどそんくらい。おー、うまい、あいつ、それ。それ、うまいけど、やっぱ許容がね、できてしまうっていうところと、まあ、この真ん中ロイが止まんないよねっていう。真ん中、メガナイトとかで、うん、そうだよね。ワンチャン持ってくる感じに、なるけど、みたいな GG ですね。はい。この引き、マジで強いんで、おすすめ。注目してたんだけど、来季もちょうど同じタイミングで、あの、グロ隊のね、動画出したりとかしてて、めっちゃ強かったから、おすすめですね。そうだ、ちょっとね、直近全然動画出してなかったんだけど、東京の方にですね、あの、仕事で来てて、だからね、俺4日間ぐらい娘にも、妻にも、ウルフにも会えてなくて、寂しさもあるんですけど、なんだかんだその、こっちでね、めっちゃ寝てるんですよね。やっぱ普段ね、夜泣きとかでなかなか、なんだろう、ぶっ続けの睡眠がなかったりとかして、結構寝たりとかしてね、動画ね、出せなかったりとかしてたんですけど、あー、これファイボ。
はい、こりゃすぐとババがあと1体しか出てこないんだったかな。なので5を打っていきたいんだけど、なんだこれ相手、エギゴレかな、スケラかな、スケラだとしたらエギゴレか、エギゴレやばくね。一旦ロイ出さないと全守りしておられた時のあれがえぐい、リスクが。でこれ早めにあいつ引っ張ってこねえとよくなくて、ここで来るエギゴレもまあまあまあって感じだもんね。いやーこれキング起動だな、できるよね。あー危ねえ危ねえ危ねえ、できてねえかと思った。でエギゴレはもうおられる時ってなんかもうおられるんですよ、俺小泉さんじゃないけどね、おられる時っておられるんで、まあもういいのかなっていう。スキルふっ、オッケー、はみ出してるよだいぶ。オッケー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 、いやー2倍入ってから2周ファイボでなんとかね、インドラじゃねえわ、ライドラとバル、な、誰だっけあいつ、あいつは初子と置きたいよな。いやーこれは左にザッピーしてエギゴレを早急に溶かしたいな。はいはい来ます、はいはいはい、でここら辺にファイボ、オッケー守れてる、ここでもう絶対仕留める。いや無理かこれ、いやババ小屋が強すぎて無理だな。やべどうしようこれ、いや2周ファイボで夢見るしかねえ。相手もファイブあるもんな。スキル使ってなんとか処理だけして、うわーきつ、これ負けるんだな、これ多分ね言ってもどうせね無理というか、一応5打ってあー飛ぶね、でもありますよね、ですよね。でなんかエリゴレ出されて終わりそうではある。あー5で持ってく感じか、なるほどね、もう一周で回してって感じか、これは GG だな。ワンチャンあるなら、ワンチャンあるならこれ、グッドゲームですね。ちょっとね逆サイ振り続けるべきだったのかなってね、ところがあるんだけど、キング起動してこれだから楽勝ではないのかなっていう感じがしたけど、悩みドラドラがちょっときつかったね。いや新カードな、早くノーマルとレアも出てほしいよね、スーパーレアもか。あそのね、あそう俺もう話ごっちゃごちゃすぎるな。チャンピオンがその最初ね出た時に、あの覚えてるかな、映像があって8個ぐらい銅像があったと思うんだよね。でそっから順番にというか、そっから出てきてるんだけど、今後もねチャンピオンっていうのは出てくるんですよ。それは公式も話してて、俺ら今後もチャンピオンどんどん出していくで言うて、ただやっぱねそのチャンピオンってデッキに1枚しか入んないから、なんかそうじゃないやつがねちょっと欲しいよね。そうじゃないやつが欲しいから、これどうだろう、ロイジャイいかねえか。そうだから、そうじゃないカードがあった方がそのチャンピオンと組み合わせてっていうところで一気に環境が変わるんだよね。だそれがねちょっといいよね。だそれを待ち望む。ただチャンピオンも楽しみ、やっぱチャンピオンって1枚で絶対そのなんか大きく変わるというか、いいよね。いやマイティもね結局強くて今も使われてるし、
そう、大会とかも見ててね、面白くなるから、そういう視点でも結構俺は、いいなって、やっぱなんだかんだ、おい、クソやん、このチャンピオン強すぎやろ、みたいのも、ちょっと、クラロワの醍醐味というか、うん。これ、一応使っとくか、スケキン。ウッドまで欲しい。オッケーオッケー、これマザネク回収で良さそうだな。なるほど。こっちから、うん、回収して、結構良さげだよ、これは。ロイジャー行きましょう。で、ファイブ遅れててもいいから、インフィに打ちたい。うん。ただ、入らないと。まあ、バルキリー来んのかな。オッケーオッケー、ここ引っ張れるのはちょっと嬉しくて、まあウッド使って、まあ、バルキリーが来ますよと。マザネク出して、一旦結露しないと、さっきの感じインフェ通んないから。で、これギャングで守りつつ、はいはいはい、あ、それ結構熱いな、これ。ここかな、うん、に打ってあげて、で、ここでバルキリーまで出させて、打っと、はい、これもらいましたね。これは無理ちゃう？どう？結構入るっしょ。あー、結構守ってきたね。あー、やばい。いやー、だいぶ弱え受けした。さあ、ウッド回して、いやー、呪文がダメージはクソってくるからよくて、うん、ウッド使うでしょ。ダメージが入れば入るだけ嬉しいから、うん、ウッドまで来そうだな、なんか。そうだよね。でも、いい感じに受け入れてて、こっちだな。オッケー。で、これしといてあげて、そっちも熱いし、熱い。それ熱いな。気づけば、こっちがいい感じになってくんで、フィニッシュと。オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、勝てましたね。結構ね、インフェが、あ、そっちかいっつってね、結構インフェがきついイメージあるけど、勝てる。いやー、マジで。